はい、えー、今度はですね、2023年、令和5年、岩手県高校入試数学の全問解説、これをちょっとやってきますね。うんでまあ、岩手県の方はですね、まあ、今年はそんなに難しくないかなっていう感じですね。特に、まあ 考え込むよううななな問題はかかったかなという感じですね、うん、じゃあね、えー、やっていきましょうか大問の1はね、まあ、基礎問題、まあ、計算問題と消耗、まあ、集合問題ですよねそれが、まあ、出てるような感じですじゃあね、えー、1番から順番に計算問題を解いていきましょうかまずね4 1 0なのでこれス6ですよね答えねすぐに出るかなとは思います で、お次ですね。うん。マイナス二の二乗かける三なんで十二ですよね。で、マイナス十五あるマイナス五なので、プラスの三で答え十五っていうふうになりますね。で、これはまあ、引き算そのまま数だけなんで、4x の二乗マイナス 2x プラスの一というふうになればオッケーです。で、お次もまあ、普通にね、えー、割り算してもらうだけなので、 えー、3x、うん、プラス 2y というふうに、まあ、これね、割るだけなので、特にないかなと。で、えー、おはね、ルートの問題、これ有理化してもらうしかないですね。えー、これ有理化すると2分のルート6になりますよね。で、えー、こっちがうん、はどうなるかっていうと、これ、有理化すると、えー、2分の3ルート6っていう形になりますね。うん。 で計算するとあーマイナスーっていう形になりますよね、うん、ここまでは順調にいくかなという感じですね。でお次いきましょうか、えー、ちょっとね問題文見づらいかなと思うんで拡大してみていきましょうか。ね。えー、縦が X y あ横が y センチの長方形があるとこの時 2x+y はどんな長方形かって っって言って言るのでこれまあ書いてみればわかると思いますけどこれこういう形で長、えー、長方形の周の長さになりますよねなので、えー、長方形の「周」の長さっていうふうに書いてもらえればいいですね。うん で次ですね、えー、右の表はある、うん、クラスの生徒20人のハンドボール投げの記録を度数分布表に整理したものである。記録が2 0ル以上、えー、2 4ル未満の、えー、階級の相対度数を求めよこれまあ6る2 0なんで0.3っていうふうに、えー、出ますよね。うん、なので、こっちが0.3。うん で、28メートル未満の累積相対度数を求めなさい。累積って言ってんだ、これ全部足して11ですよね。で、11割る0.2なんで、これ計算すると0.55っていうふうに、多分すぐ出るかなと思いますね。うん。で、えー、お次ですね。因数分解しろっていうやつですね。うん。次の式を因数分解しなさいと。まあね、共通因数、まず3で、 えー、くくってもらってこんな形にしてもらってあとはですね普通に15なんでマイナス5とまあプラスの3でできるかなという感じですね、うん、で、えー、お次カッコ5の方に行きましょうかカッコ5はどんな問題かっていうと関数 y イコール ax プラス b について えー、x の値が2増加すると y の値が4増加し x=1 の時 y ス3だって言ってるからこれ傾きが 2x っていうのはね x の増加量分の y の増加量で分かるので 2x と。で x が1の時マイナス3になれって言ってるからせマイナス5っていうふうにすぐ出ますよね。なんで答えは、A、イコール2 b イコールマイナス5ということですね。うん。で、お次ですね。うん。右の図で lm ですね。えー、が平行のとき、各 x を求めろと。で、えー、ここと、ここ足して、まあ、108ですよね。うん、ここが。うん。108。で、ここが、あー、108ってなるから、で、これ180から、 あー引けばいいですよねまあ180からっていうかまあ計算するとこれ47っていうふうに出ますよねうん、まあ、これで出してもいいです、まあいろんな出し方あるんでねうんで、えー、次ですね、えー、右の図で辺 BC ここですね、うん、あっちは BC の長さかここかここを求めろと言ってるんですねでこれ、えー ここは75度なので、えー、これね PD でちょっと線を引いてもらうと直角三角形2つできてねで、えー、これ直角二等辺三角形なんでこっち45度になりますよねここも45度ってことは1対1対ルート2なんでこれにルート2かければいいんでここ8って出ますよねうんでここ45度でこっち30ですよね75-45なんで ここ90でここ60だから1対2対ルート3っていうそういう、うん、なんだ直角三角形のねやつなんでこれ三平方使わなくても4ルート3っていうふうにね計算すぐ出ちゃうかなと思うので答えは4ルート3っていうふうに出れば OK です。うん でお次ですねデータの分布を表す値や箱引け図について述べた文として適切でないものを次の A から A の中から一つ選びその記号を書きなさいと第二四分位と中央、えー、値は、えー、必ず少しこれまあ合ってるから適切ですよねうんデータの中に極端にかけ離れた値がある時四分位範囲はその影響を受けにくいそうですねはい 箱ひげ図を横向きに書いた時、えー、箱の横の長さはレンジじゃなくてこれ渋い範囲なんでこれが違いますよねなので「う」になりますね、うん、でお次が、えー、大門の2四角2になりますね四角2をじゃあちょっと見ていきましょうか、うん、四角2は作図とあとまあ確率なのかなうん の問題が出てましたね、うん、じゃあね、えー、ちょっと作図をやっていきましょうで、えー、どんな問題かっていうとカッ、えー、1下の図の点 A を点 O を中心として時計回りに90度移動させた点 B を作図によって求めなさいただし作図に使った線は消さないことと 言ってるんですねでとりあえずまず A と O をまずねこれちょっと長めに引きますね。でカメラ越しだとこれね見づらいんですよね実はねあの書いてる側は。でこんなふうにまず適当に線を引いてもらってで、えー、っとコンパスですよね。うんで、えー、コンパスでまずえー AO を取ってもらいますね、えーまあ、AO を取ってもらってこれでですね、えー、まあ1周じゃなくてもいいので半円を書いてもらいますと、うん、半円ねであとはあ垂直二等分線を書く書き方で別にあ垂直二等分線というか、まあ、直角をね作る書き方をしてもらってですねこれで。 まあこんな形ですよねであとこれとカメラ越しだとねこれが非常にずれやすいのででえー、っと点 B ですねここが B になりますねうんですね90度、うんまあ、こんな形でいいですかねでカッ、えー、2の方にいきましょうか 下の問題とそれについて考えている蓮さんと芽生さんの会話を読んで次のあ「あい」に答えなさいと右の図のように1から5までの数字の書かれた5枚のカードが袋の中に入っているこのカードをよく混ぜてから1枚ずつ続けて3回取り出し取り出したあ順に左から並べて3桁の整数を作ると。 この時3桁の整数が350以上になる確率を求めなさいと。例えば1回目に1、2回目に3、3回目に4のカードを取り出したら3桁の整数は134でこれは問題の条件を満たさないよねと。3桁の整数は全部でこれあれですよね60通りになりますね。最初5通り、4通り、3通りで全部掛け算すればいいのでそうするとこれ 全部で60通りになりますね。で、えー、これはもう100の位ですよね。百のくらい、x は100の位に、えー、が3の時、100の位に着目してはどうかなと。そうか、100の位が3の時は条件を満たす整数がいくつかできるねと。あとは他の2つの位がどのカードになるかを考えると、x の位、あ100の位が 3の時条件を満たす整数は何通りかって言ってるので、これまあ350以上だから3、5っていうふうになって、で、あとは何でもいいわけですよね。一、えー、1、4、2のどれでもいいので3通りになりますよね、これね。うん。で、えー、問題を解くためには、えー、x の位、100の位が3の時だけでなく、まあ4 ととですねねの時も考えななけければいけないねとそうだよ。そうやって少しずつ条件を整理して考えると確率を求めることができるんだ。a から a に当てはまる数字をそれぞれ書きなさい。また x に共通して当てはまる位を書きなさいと。問題を解きなさいと。で、まあ、こっちのね、a の方はもうやってしまったので、い、e、の方ですよね。で、えー まず3の時は3通りだっていうのはもうここでさっき分かったのであとは100の位が4の時と5ですよね5の時で4の時はまあ4以外の4つの数と3つの数で12通りできるわけで5の時も同じように12通りできるそうするとこれ24に3を足して60分の27っていうふうになるので、まあ、これ3で割って20分の9 っていうのが、いの答えになりますね。いの答えは9、二十分の九というふうにできるかなと。で、お次、四角3に行きましょうか。ね。四角3は平面図形の証明かな。うん。まあ、見てみましょう。うん。あ、空間図形も出てるのね。うん。まあ、ちょっと見てみましょうかね。 えー、一辺の長さが 8cm なんですね。の正方形 ABCD があると。右の図は、えー、辺 BCCD の中点をそれぞれ EF とし、線分 AEEFFAA で折ってできる、えー、三角錐の展開図である。次の AE に答えなさい。線分 AE の長ささを求めなさいこれはまあ三平方ですよね。8と4なんで8の2乗 AE は AE イコール8の2乗だから64足す4の2乗で16でルート √80 なんで 4√5 ですかね、うん。っていうふうに出ると思います。うん、でお次ですね、えー。折ってできる三角 えー、水の水について次のあいに答えなさいとで体積を求めろって言ってるのでここねえっ、ー、と CEF を底面として考えるとまあここは高さでね出るんでまず底面積 4×4、えー、ですよね4 × 4 ×三角形なんで二分の一してください×かける高さあ4じゃないや8だごめんなさい8ですね 8? でかける水んで3分の1をしてもらえればいいでしょうそうすると3分の64っていうふうに「あ」の方は出るかなと思いますね次に「い」の方ちょっとやってきますね「い」の方はどんな問題かっていうと三角形 AEF を底面とした時の高さを求めなさいっていう問題なので まずですね、えー、ここの面積を求めるには、この3つの三角形の面積を全体から引けばいいので、それぞれ出していきますね。48で2で割るので、16ですよねで。こっちも同じで16と。で、ここが44の2で割るから8。で、全体は葉っ六64。で、これ全部足すと40なので、24。ってことで、ここは24だよと。低面積24って分かったので、高さを x。で、 え水なんでね3分の1しなきゃいけないのでかける3分の1で今求めた3分の64っていうのを使って x を求めていきますそうすると x イコール24分の64っていうふうになってこれ8で両方と思われるので3分の8っていうのが答えとして出てくるかなと思いますうん。 でお次カッコ2の方にいきますねカッコ2はまあ証明ですかねうんじゃあちょっとね、えー、見ていこうかなと思います、えー、下の図のように作図ソフトで正方形 ABCD と、えー、DB=DE イコール、DE、の直角二等辺三角形、えー、DBE を 書き、辺 AB 上に、ね、AB 上を動く点 F を取ると。また、線分 DF、DF を一辺とする正方形 DFGH を書くと、点 H は辺 CE 上を動く点であることが分かった。えー、辺 BC と辺 FG の交点を I とするとき、次の I に答えなさいと。 三角形 DFB と三角形 DHE が合同になることを次のように証明した。あ、いには式、うには適切な内容をそれぞれ書きなさいと。で、見ていくと証明で三角形 DFB、DFB、ここですね。DFB と DHE、DHE、ここですね。 えー、dbe は二等辺三角形だから db イコール de ですね。ここと、ここと、うん。で、四角形 dfgh は正方形だから df ですね。あ,あ、ここに書こうか。df イコール、えー、dh ですよね。うん、で、えー、その次ですね。また二つの直角三角形 DAF と DCH において DA, 各 DAF イコール各 DCH イコール90度。ね。ここですよね。ここね。うん。で、DF イコール DH と、うん。DF イコール DH とね。うん。で、DA イコール、うん、DC と。 で、えー、であるから、まぁ、これとこれが合同だって言ってですね。で、えー、対応する角は等しいので、ADF、ADF イコール CDH と。で、えー、HBF、うん、まぁ、えー、HBF は45度マイナス ADF だよね、と。うん、ここね。で、同じように EDH も、ここね、も45度マイナス CDH であるから、 えー、あれですね。角 BDF イコール角 EDH っていうふうになりますよね。で、あとは合同条件ですよね。えー、2組の辺とその間の角ですね。で、 えー、次ですね。AB イコール 5CH イコール2の時 FBI これですねの面積を求めろで。これとこれ合同だってさっきやったので、えー、とここが2だったらここ3だよねとで。これとこれ相似だよねっていうのが分かるから BI の長ささえ求めればいいよねとで。そうするとここ、まあ、5対2。 5対2イコール3対まあ x っていうふうにしてもらって x イコール5分の6っていうのがここはね5分の6って分かったんであとはね、えー、5分の6かける3かける2分の1なんで5分の9っていうのが面積答えすぐに出るかなと思います、うん、で お次ですね、4番。4番は、まあ、感問題ですかね。うん。まあ、これもね、うん、どうなんだろう。慣れてないとできない問題が多分、うん、あるのかな。まあ、慣れてれば、問題ないっぱい解いてきた人は、そんなに難しくはないとは思います。じゃあね、やっていきましょう。図1で、一、えー、は y=ax 事乗と、まあ、a がわからないって言ってるんですね。で、 点 A は丸1乗にあり、X 座標が2で固定だって言ってるわけだ。で、えー、また点 B は X 軸,軸上にあり、えー、X 座標は点 A の X 座標と同じだって言ってるから、B ももうわかってるんだ、20だって、うん。で、次の角位、角2の問いに答えなさいと。ただし、座標軸の、えー、単位の長さを1センチとすると。で、A イコール2分の1のとき、 えー、点 A の Y 座標を求めろ。2分の1だって言ってるから、2人が4で2ではあるから、これ2ですよね。なんで、Y 座標は2って答えてください。ね。うん。で、えー、AB の距離、ここですね。が6であるときの A の値を求めなさい。って言ってるから、これね、えー、Y 座標ってこれ、X 入れれば出るんで、2人が4で 4A ってなるんで、 4a イコール6の時って言ってるわけだから、これ2分の3が答えになりますね。これ計算したら2分の3が出るんで。うん。要するに、ここが6ってことは、これが6だってことを言ってるわけですよね。うん。で、お次、えー、カ2の方いきますね。えー、図2ですね。は、あ図1に正方形 abcd と、えー、三角形 bde、bde。 を書き加えたもので、点 E は丸1乗に、えー、あり、X 座標はマイナス1。これマイナス1って分かってるのね、もうね。うん。で、えー、あると。この時、えー、次の AE に答えなさい。ただし、点 C の X 座標は、えー、点 B の、えー、Y 座標よりも大きいものとすると。で、さっきと同じでね、ここは全部2なんですよね。うん。で、えー、BD を通る直線の式。 で、これ、直角三角、えー、直角じゃなくて正方形なんで、これ、傾き1じゃなきゃダメですよね。なんで、y イコール x っていうのは固,あ固定なんですね。うん、決まりなの。で、x に2を入れたら0を通るっていうのはも、これも分かっているところなので、2入れて0にするには、これは、マイナス2しかないので、これはまあ、y イコール x マイナス2っていうふうにすぐ出るかなと思うんですね。うん。 で、えー、ここね、えー、BDE、BDE、えー、が80センチ、80平方センチメートルであるときの A の値を求めろ。これが多分ね、苦戦するのかなわかんないけど。まあこれね、座標を、まあ、埋めてくるしかないんですね。で、そうするとここが2カンマ 4A っていうふうに表すことが、まだ A がわかんないんでね。傾き、えー、じゃなくて、 え比例定数を a のままにしておかなきゃいけないのでねそうすると2の 4a とで d の方は 4a ってなってで正方形だからこの長さとこの長さは一緒なんで d の x 座標って 2+4a カンマ 4a ってなるわけでこっちが 2+4a になるわけですよねまあ 4a+2 でも別に構わないです で、E の方はどうなるかっていうと、えー、これね、ここに台形を作って考えていくんですね。要するに、えー、E からまあなんだこれ F かなんかやって BFCD みたいな形にしてもらって、で、F の座標ってマイナス10っても決まってるので、X 軸上にあるからね。で、あとはこの、えー、EFB と BCD っていうのを、 この BFCD から引いてもらえれば、まあ、ここが面積出るよねっていう式で考えていく。そうすると、まず、ここね、えー、Y 座標どうなるかというと、マイナス1乗からこれ A になりますよね。そうすると、この長さ A。こっちの長さが 4A だから、A プラス 4A って 5A になるよねと。上底足す過程っていうふうに考えてもらいます。で、高さどういうふうに出すかっていうと、 えー、2まあ 4a+2 でもいいし 2a+4 マイナスマイナス1っていう形になるんでこれ結局 4a+3 っていうふうになるんですね 4a+3 こっからここの長さを出すにはこの座標からこの座標を引かなきゃいけないですよねうん3を出すんでマイナスの時はプラスになるようになるんでそうすると 4a+3 っていうふうにちょっと書き直してね えー、やりましたで台形だから2分の1するのを忘れてないでくださいであとはここですよねここ2のマイナス1だからここ3ですよねで高さ A だからマイナス二分の 3A ここの三角形の部分引いてあげますでここね高さ 4A って出てるんで 4A の2乗かけるあ2分の1なんでマイナス 8A 次乗こいつが80になる A を探せっていう問題 で、そうすると、あここが 10a の二乗で、えー、っと、プラス2分の 15a、マイナス2分の 3a、マイナス 8a 二乗えー、っと、マイナス80か。マイナス80イコール0。で、まとめてあげると、2a 二乗うんと、6か。 プラスの 6a で、えー、マイナス80で2で割ってあげて A の2乗 3A うんとマイナス40で、えー、A, A プラス8と A マイナス5イコール0でこの時 A マイナス8っていうのはちょっとダメなんですね、えー、これ逆向きになっちゃうんで。 A はこれ正じゃなきゃいけないっていうのはこれ条件上決まってるのであのここがマイナスになっちゃうとこういう下に開いたね二次関数になっちゃうのでで答えは A=5 イコール5っていうふうになりますでお次ですねお次がえー、あれどこ行ったかなあったあったあった,あった,あった,あったはい四角5大門の5になりますね で、大問の子はどんな問題かっていうと、これ、まあ証明かな簡単に言っちゃうと。うん。まあちょっとやっていきましょうかね。えぇ、ー、まゆさんとりくさんは、数学の授業で下のように、えー、ホワイトボードに書かれた問題を解いた。次の各1、各2に答えなさいと。えぇ、ー、1個120円のりんごと1個150円の梨があると。 一つの箱にリンゴと梨を詰め合わせて、だ箱代40円を含めて6700円になるとき、詰め合わせたリンゴと梨の個数をそれぞれ求めなさい。ただし、次の条件を満たすこと。リンゴと梨を合わせて50個詰め合わせると。で、まゆさん、リンゴを A 個とすると梨はあ50マイナス A になりますよね。50マイナス A 個とすることができると。 で、えー、リクさんは連立ですね、うん。そうすると a、a プラス b、えー、ちょっと書く場所、こっちに持ちましょうかね。a プラス b イコール50で、えー、120a プラス 150b プラス40、うん、イコール6700っていう、こういう連立ですね、e の方はね。うん。まあ、これもサクッといけるかなと思うんですね。 で、えー、次で次すね問題を解いた後先生からプリントが配られた、えー、下はまゆさんが取り組んだ、えー、プリントの一部である次の A、いに答えなさいと問題の条件を次の条件 A と条件 B に変えて要するにこの上の条件をですねこの2つの条件に変えて2つのあその2つを満たすりんごとなしの個数をそれぞれ求めましょうと。 りんごとなしはどちらも18個以上詰め合わせると。条件 B がりんごとなしを合わせて50個より多く詰め合わせると。で見ていきましょう。条件 A を満たすためにりんごとなしの個数をそれぞれ x プラス18個と y プラス18個とすると。xy について二元一次方程式を作るとあここの部分ですね、うの部分は、えー、と120括弧 x プラス18。 とえー、プラス18プラス150括弧 y プラス18プラス40っていうのがここに入りますね。うん。で、えー、これを整理すると 4x プラス 5y イコール60となると。この式の解を座標にする点はすべて一つの直線上にあるから、あー 条件 A を満たす XY のの値は次の4組であるとでこれね、えー、1次関数の形にしろって言ってるんで直すと y イコールマイナス5分の 4x プラス、えー、12ってなるよねと。うん、で、えー、そうすると x が0の時に12で、えー、5の時にこれ整数じゃなきゃダメなんでね個数だから。 5の時に8で10の時に、えー、っと4で、えー、x が15の時に y が0ってなるよねとさらに条件 B リンゴと梨を合わせて50個より多く詰め合わせるとで、えー、18×2 でこれ、えー、36になりますよねだから、えー、50よりも多くって言ってるので えー、15以上の数じゃなきゃダメなんですね。合計残り15以上を足さなきゃいけないと。そうすると、えー、これ12、13、14、15ってなってるんで、これしかないんですね。なんでここが15の0。で、リンゴが15足す18なんで33。で、18足す0で18個となると。 いう感じですね、まあ、ちょっとこっちの方を読まずにやっちゃったんですけども埋めていきながらやってしまったので、えー、ここの部分はまあこっちで、ね、やってしまってるという感じですね、えー、まあね、えー、しっかり読めればここら辺は解ける範囲かなという感じの問題ですね、えー、以上で解説を終わりにしますもしよろしかったらチャンネル登録高評価コメント等いただけると 次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。